横首ガメは、横首ガメか箱横首ガメ属に分類される亀。ガボン、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国西部最大高潮26.3センチメートル。廃坑は、C パンの筋状の盛り上がりに向かって盛り上がり、上から見ると、中央部で最も幅広くなる。種小名カーナーテスは、赤量のあるの意で、和名や英名と同義。第二。 C パ板のキールは特に発達し、第3から4、C パ板では、後部で、こ部状や、施状に突出する。第1、第5、C パ板ではあまり発達しない。後部円パ板は弱くのコぎり状に尖るが、突起が不明瞭な個体もいる。廃坑の色彩は黒。廃坑と復興の継ぎ目には、液化パ板がない。復興は、 復興版と股間板の継ぎ目でくびれない。蝶津貝より全部の看板は短く、左右の復興版の継ぎ目の長さの1.5倍未満。復興の色彩は黄色や単光色で外縁が黒い個体が多い。頭部は中型かやや大型。粉炭はやや突出する。上顎の先端は針状に尖らず、また凹まない。頭部の色彩は黒や褐色で。 黄色や灰色の無色以上の反紋や細かい反紋が入る。シ子シ青の色彩は灰色や灰褐色で黄色みを帯びる個体もいる。容体は C パンの縦幅より横幅が広く、キールがより発達する。また、後部円カンパンの突起がより明瞭。さらに、頭部の反紋が大型。成長に伴い C パンの縦幅が長くなり、キールや円パンの突起は、 不明瞭になり、頭部の反紋が細かくなる。俗内では外部及び内部形態から変形箱横首が目に最も禁煙とする説もある。熱帯雨林にある河川やその周囲にある故障、水たまりなどに生息するが、サバンナにある水場にも生息する。寒気は河川などに生息するが、雨季になると氾濫源にある寒気に干上がるような水場でも生息する。植生は、 動物食の強い雑食で、昆虫類,類、甲殻類、貝類、魚類、両生類、植物の葉、花、果実、種子などを食べる。繁殖形態は卵生。1回に6から12個の卵を産む。生息地では、食用とされる。ペットとして飼育されることがあり、日本にも輸入されている。日本では2003年に初めて確実な輸入例があり、流通量は少ない。 野生個体と飼育か繁殖個体ともに流通する。飼育下では人工飼料にも得ずく。ありがとうございます。